いちこです。今日は2023年9月7日木曜日です。高松の午後4時過ぎの温度は30度で、予報は曇り時々晴れです。朝早く目が覚めましたので市内へと走りました。動画は前回の続きからで、朝日町に入っています。ジャンボフェリー乗り場の中に入ります。読み上げは臨港道路と朝日町です。いつものようにウィキペディアの記事からです。誤読があるかもしれませんが、お許しください。どうぞ。臨港道路出典フリー百科事典ウィキペディアより。臨港道路とは、港湾法によって定められている港湾内あるいは港湾と周辺の港道を結ぶ道路である。道路法による道路ではない。なお、港湾道路ないし港湾道もしくは臨海道路と呼ばれることがある。概要。港湾法では第2条第5項第4号に臨港交通施設を定めており、そのうちの道路にあたる港湾区域及び臨港地区内の様々な施設を結ぶ港湾施設として国土交通省の予算で作られる。道路管理者は港湾管理者で、国、国土交通省港湾局または地方自治体、市町村または都道府県であるが、他の団体に管理を委託することもできる。有料道路の場合もある。臨港道路は大型車両の通行が多く、道路構造令とは異なる幅員の取り方をすることがある。また歩道を整備していないこともある。臨港道路の例。臨港道路は該当の道路名称よりも道路中の橋、トンネル等の名称が広く知られていることがある。以下割愛し、このようになっています。漁港における道路。港であって漁港漁場整備法で指定された漁港の場合、同法第3条の漁港施設として定義された漁港施設道路、通称で漁港道路が存在する。城ヶ島大橋を含む道路区間は神奈川県東部漁港事務所が管理する漁港施設道路である。漁港法に基づく道路であって、次のような種類があり、これらは港湾法による道路ではない。漁港施設道路。農林水産大臣が作成する漁港整備計画に基づき建設される漁港施設としての道路。漁面道路。農林漁業用揮発税身代わり財源で整備される道路で、主に漁業施設と幹線道路を結ぶもの。完成後は道路法の道路として道路管理者に移管される。以上で読み上げを終了いたします。最終更新2022年10月21日金曜日。朝日町高松市出典フリー百科事典ウィキペディアより。朝日町は香川県高松市中心部の町長。郵便番号は760-0065。全域が住居表示に関する法律に基づく住居表示実施地区で、1丁目から6丁目が存在する。全域が昭和時代以降の海面埋め立て地からなっている。地理。高松市役所より 2.3 キロ高松市中心部の北東端に位置し、南は瀬戸大橋通り、その他の方向は瀬戸内海によって区切られている。全域が臨海工業地帯で、日本タバコ産業や東京製鉄をはじめとした工場、石油化学工業や鉄鋼業の石油基地やコンビナート群、四国ドックといった造船関係、また高松港に面した特性上、陸運関係の企業も多数立地する。2丁目及び3丁目の南部は他と異なって戦前に埋め立てられた地区であるため、特に2丁目には日本タバコ産業高松工場をはじめとした社員寮や住宅団地、戸建ての住宅が立地している。また、5丁目には高松東港があり、旅客の取り扱いとしては、ジャンボフェリーが高松神戸を1日4往復の頻度で結んでいる。2010年国勢調査による人口は586人、男306人、女280人、世帯数は295世帯、
面積は 174万2764.60 平方メートル、人口密度は 336.2 平方キロメートル。工業地帯という特性上、2丁目以外では夜間人口、定住人口が非常に少なく、また広大な工場用地が広がっているため、面積は朝日新町を除いた朝日町単体でも小木島 1.37 平方キロメートルより広い。公立小学校中学校の校区は全域が高松第一小学校中学校小中一貫に属している。町内における都市計画法に基づく用途地域は2丁目の全域並びに1丁目のうち臨港道路朝日町本線及び瀬戸大橋通り沿いが工業地域、6丁目の全域並びに4丁目のうち臨港道路 B 地区1号線沿い及びそれ以東5丁目のうち臨港道路 C 地区14号線及び県道157号高松東高専異性が準工業地域、それ以外が工業専用地域である。全域で容積率は 200%、 建蔽率は 60% である。朝日新町の全域並びに朝日町の大部分は海面を埋め立てて造成された計画的な工業地帯であるのと同時に、香川県高松港管理事務所が管理する港湾としての高松港における付帯施設の一部でもある。そのため団地内等一部の道路以外は全て県道や市道ではなく、高松港管理事務所が管理する臨港道路である。そして高松港管理事務所は高松港港湾区域のうち朝日新町の全域並びに朝日町の大部分を一体的に朝日地区とし、その地区分けとして A から G までの地区割を行っている。そのため朝日地区を高松港の施設の一部として扱う場合などは、朝日町〇〇丁目や朝日新町よりも朝日町 B 地区のようにアルファベットの地区名で呼称することが多い。それが特に朝日町 F 地区に限っては、2012年までさぬき高松祭り花火大会の観覧場所、打ち上げ場所自体は西沖合であったり、過去には暴走族の多発地帯でもあったため、一般にも有名な名称となり、港湾関係者以外にも致命的に使用されるに至っている。ただし F 地区は朝日町には一切かかっておらず、朝日新町の町域と合致している。高松市内において6丁目が存在する町長はこの朝日町が唯一であることから、当町は高松市内で最も多くの町目が置かれた町ということになる。ちなみに時点の5丁目まで存在する町長としては他に唯一番町がある。港湾高松東港。歴史。この地区の起源はタバコとの縁が深く、タバコ農家が多い四国にあって、高松はその玄関口として本州と物流の便が開けていたため、最初の埋め立てが行われた戦前には主に日本専売公社、現日本タバコ産業高松工場とその関係施設が立地していた。さらに朝日町の町名も当時専売公社高松工場で生産されていた朝日というタバコの銘柄名が由来である。1930年、昭和5年に福岡町の地先が埋め立てられ、当町が新設された。当初朝日町は島であり、千葉川河口に架かる玉藻橋で唯一福岡町と結ばれていた。1970年、昭和45年、住居表示の実施に伴って福岡町の一部を編入の上、1丁目から5丁目が設置された。その後5丁目の沖が埋め立てられたため、その新たにできた土地を当町に編入し、その地を6丁目とする。以上で途中までの読み上げを終了いたします。最終更新2023年8月26日土曜日。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に、幸、
多からんことをお祈りしております。